全ての選手が組織のためにチームのためにプレーをするっていう意識、貢献、献身、そういうものをちゃんと心に据えながら戦うことが大事だと思います。清水エスパルスホーム開幕戦、2月25日土曜日、ヴサスヴィッセル神戸、 IAI スタジアム日本平、14時キックオフ。自分たちはあくまでチャレンジャーで、2年前のあの地獄のような屈辱を味わって、そこから復活して、今はあのところの自分たちとは違うっていう姿をみんなに見せつけたいです。練習試合を J1 の相手でもやってみても、去年のキャンプとは違って、今年はしっかり戦えてるし、やっぱり確実に自分たちは成長してるなっていう実感をつかめる準備期間でした。全員が同じベクトルを合わせてできてるっていうところです。まあ、試合においての複数得点っていうところはまだ足りてないと思うので、全員が一緒に点を取る、僕が今のところ点は取れてるんですけど、他の選手もしっかりチャンスで決めなければ勝てないで、失点をしなければ勝てるっていうところを、分かりやすいところを発見しなきゃいけないと思います。みんなが合わせてくれてるんで、僕が動き出したところに合わせてくれる意識があるんで、去年と同様なんで、それは点も決めてるし、まあ、僕としてはすごくありがたいです。清水エスパルスホーム開幕戦、2月25日土曜日、ヴサスヴィッセル神戸、 IAI スタジアム日本平、14時キックオフ。やっぱあの去年の地獄を味わって、そこから自分たちが、のし上がってきたんだぞっていう、そういう、密かな自信っていうのがついてると思うんで、それをうまく試合に表されたらいいなと思います。まあ、神戸は僕が2年前にエスパルスに来る前に見た最後の試合なんですけど、 5-0 で負けて、もう大敗で、何のいいともないし、もう崩壊をした姿を見てここに来て、多分みんな同じように悔しい思いをしてると思うんで、その相手が、ね、開幕戦ということには何か因縁めいたものがあると思うんで、自分たちがあの時とは違うぞっていうのを見せつけたいです。全ての人が、全ての選手が組織のためにチームのためにプレーをするっていう意識、貢献、献身、そういうものをちゃんと心に据えながら戦うことが大事だと思います。毎年本当にいい緊張感の中で、興奮する最高の雰囲気の中でできてるんで、楽しみで仕方ないです。いつも身震いするような最高の応援ありがとうございます。今年は J1 復帰して、皆さんと一緒にまたトップカテゴリーで戦えることを光栄に思っております。一緒に勝ち点3を取るために頑張りましょう。よろしくお願いします。清水エスパルスホーム開幕戦、2月25日土曜日、ヴサスヴィッセル神戸、 IAI スタジアム日本平、14時キックオフ。